わ、最悪、飛び石食らった。めっちゃパーン言ったけど、最悪や。はい、お疲れ様です。ココリロールチャンネルです。はい、今日、木曜日、はい、仕事終わって今から帰り途中です。今日は寒かったね。昨日まで3日間めちゃくちゃ暑かったのに、今日雪降っとったんですよ。ね、こっちの方は。はい、まあ、昨日、一昨日。熱が水か、まあ、15度、18度ぐらいのめちゃくちゃ暖かい天気が続いて、まあ、今日が何度、5度、6度ぐらいかな、この温度差、まあね、体調悪くなりそう。まあ今日は寒い中、はい、今日もお仕事行ってました、配達行ってました。でね、まあ、今から帰るところなんですけど、この間動画でさせてもらったアルファード、フロントガラス飛び石食らいましたって、はい、この間上げたやつなんですけど、一応、うちの弟が、まあ、勝手に持って帰って、一応見たところ、リペアはできないと、結局、まあ、結局なんですけど、まあ、石当たってピッピッって2つ、2回当たってるみたいなんで、2つへこみがあるんですよ。ちょっと離れてピッとなんで、リペアしてもそこから、リペアしたらそこが傷が広がると言われて、結局交換した方がもうええでって言われたんで、まあ、できることはないけど広がるかもしれんって言われたんで、まあ、交換することになりました。で、この間も言いましたけど、トヨタ純正ガラス、まあ、ガセンサーがついてるんで、はい、純正ガラスにすると、まあ大体約ですけど20万ちょい、24万までぐらいかな、かかるということなんで、まあ保険使って、まあ、1等級下が、まあ、今20等級なんですけど、1年間は1等級下がって、まあ、年間約2万円くらい、2万ちょいぐらいかな、上がると言われたんで、まあ、24万払うか2万払うかって言ったらね、やっぱ2万払う方がね、24万って言ったらちょっと結構きついんで、まあ、そんな感じで、まあ、結局交換することになりました。でね、今度はね、まあ、リペアちょっと実験で自分でリペアとかしてみたいなと思って、まあ、今ちょっと言ってるんですけど、ネタ的に、まあ、ちょっと車も持って行っちゃってるんで、まあ、持ってきてくれたら自分でちょっとリペアしたらどんな感じになるかなっていう、ネタ的に実験やってみたいなとは思うんですけど、まあ、できたらやります。できなかったらすいません。で、まあ、車とりあえずは何日ぐらいかなかかるかはちょっとわからないんですけど、まあ、今、まあ、いつもと違う車乗ってると思うんですけど、はい、台車でムーブね、ムーブ、まあ、カスタムじゃないんですけど、まあ、ノーマルのノンターボカームーブ、まあでもこれどうなん、まだ新車、初期登録が5年ちゃうわ、まあほぼ新車かな、なんでまあちょっとこのね、まあムーブ乗っていますけど、まあ、今のムーブでまあ
前もね、ブーブーカスタム、動画上げてるんですけど、まあ大体内装は一緒なんですけど、まあこれは NA なんでノンターボ、あとまあ台車なんでナビはついてないんですけど、でも NA でも結構、NA、ノンターボでも結構走りますよね、うん、でやっぱ車内も広いし、まあこの辺が見えるかどうか分かりませんけど、ディスプレイもいい感じで、まあこれランク的にはいいやつだと思いますよ。まあオートエアコンもついてますし、なんかシートヒーターまでついてるんで、多分ランク的にはいいやつだと思います。知らんけど、でまあこれ止まって出だしもアクセル踏んだら結構走りますし、前も見えやすいし、うん、全然 OK やと思います。やっぱりね、今時今のやっぱムーブとかタント、あとまあ、ね、Nボックスとか、まあ人気車種あるじゃないですか、まあ、やっぱイスペーシアとか、やっぱいいっすよね、よう走りますよね、ほんまに一昔前に比べたら。ほんでまあ最近よくあるあるなんですけど、まあ、最近トラックって、まあ、乗った方、乗ったことない方もいらっしゃると思うんですけど、ワイパーって回しますよね、これ回すんですよ。で、乗用車ってワイパー下げるじゃないですか。乗用車回すと裏のワイパーが回ったりするんですけど、これを最近よく間違うんですよね。アルファードとかアロテ速攻ワイパーかけたら後ろが回ってああとかっていうことも結構あるんで、これは最近よく間違うんだよね。まあしょうがないですけどね、慣れなんて。まあそんな感じで、まあ今ね、全然話飛び飛びですけど、まあ台車乗ってますということで、アルファードはとりあえずガラス交換することにしました。あとね、まあリペアできたら、実験的にできたらやってみます、ネタ的にね。まあということで、まあちょっとまあアルファード、まあ、入院になりますけど、はい、また帰ってきたら、まあなんかネタ的にあればアルファードもちょっと出していきたいなと思います。まあ20アルファードコメントで古い車古いとかいうコメントもありますけど、まあ20アルファード、まあ好きな方いっぱいいらっしゃいます。まあ古いとか新しいとか関係ないですね。古いからいいっていう車もありますんでね、まあ、そういったコメントはね、なんで思います。今年かな、そう、もうやっとなんか40アルファードアルベル40アルファードがもうやっと出るみたいな感じで言ってますんでね、そちらの方もちょっとね、どんなのが出るか楽しみにはしてますけど、まあね、量買いませんけど高いんで、はい、そんな感じで、まあ今日はアルファードの、はい、ガラスの途中報告でした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。皆さん寒かったり暑かったりするたりすると思うんで、体調には気をつけて、はい、頑張ってください。じゃあ終わります。ポチッとな。